グレートスレイブ湖はカナダのノースウェスト順州に存在する湖である。グレートスレイブ湖、グレートスレイブ湖、グレートスレイブ湖などとも書かれる。全体がカナダ国内にある湖ではグレートベア湖に次いで2番目に大きな湖であり、また最大水深614メートルは北アメリカでは最も深い。世界では10番目に大きな湖。 長さ4 6 9キロメートル、幅20から2 0 3キロメートル。面積は27,200平方キロメートル。流入河川は、兵川、スレイブ川、タルトソン川などがある。流出河川は、防法都会へ注ぐマッケンジー川。イギリス人のサミュエル・ハーンが1771年に探検した。1930年代、金が発見され、順州の州とイエローナイフが、 建設された。他の湖周辺の町は、フォートプロビデンス、ヘイリバー、フォートレゾリューション。冬には凍結するが、氷が厚さ1.5メートルになるなど厚いため、アイスロードという道が整備され、トレーラーですら通行できるようになる。ダイヤモンド鉱山等への重要な物資搬入路となる。この湖はかつて、グレートベア湖、アサバスカ湖などと繋がっていたと考えられている。 かつては、これらの湖すべてを覆うマッコーネル湖が存在したとされており、これらの湖はマッコーネル湖の残差と考えられている。このため、これら3つの湖は姉妹の湖などと例えられることもある。湖の名前はこの地方のネイティブアメリカンの部族名に由来している。1978年1月24日には、ソビエト連邦の人工衛星、 コスモス954号が制御不能となり大気圏へ突入、落下する過程で部品がグレートスレーブ湖の東端から北東方向へ数百キロの長さで降り注いだ。衛星には原子炉が搭載されていたことから徹底的な調査が行われ、湖の東端からは同年2月2日までに表面数センチの近さで200レントゲンの放射線を 放出する部品が発見されている。ありがとうございます。